today. メゾンカイザー一番最高じゃん、メゾンカイザーが謎の香港のオレンジジュース結構飲んでたよね、でも、うん、果汁気になって見てみたけど果汁書いてないね果汁書いてないオレンジジュース初めて見ました味はどうだったなんか砂糖水みたいへぇ5、6個も冷蔵庫に溜まってるよビール飲まないし私まだ1回も飲んでないし今日昼なんだ。チキンビーズマッシュルームチャイニーズワイン。すごい晴れてきた。うん。何朝マックのパンケーキと似てる。いやね、下手に変なのこのプリンよりは。メープルシロップが一番美味しそうに見える。これを入れます。もう通りやればいい。おじいちゃん。おじい。じゃあ紹介したらいつもの特に飯の食べ方はいいつもこっちにメインでこっちにこうボイル野菜ほぼ味付いてないよねあんまりね、うん、まあ小松菜とか今日は小松菜これチンゲン菜小松菜香港で一回も見たことないあとブロッコリーとかさいっぱいねキャベツとかあとキクラゲとかも結構多いよねでこのボイル野菜をこのまま食べるのはちょっと味気ないのでたまたま日本から持ってきてたこのお出汁とこのスープカレーどっちか使って私はスープにして食べてます、うん、ミュウはご飯食べないので全部もらってんこ盛りうわコップか食べたらわかるわこっちだった俺照り焼きっぽい かと思ってたらまあ美味しいけどねえ詰まった喉にわんぱくの食べ方知ってるからじゃない海賊かよこれ使うつもりじゃなかった全然でも本当にこれに助けられてる私はえそれ以外もう味噌食べてないじゃんそうやめた私ほぼこのメインお肉食べれてないからそれがなかったら野菜もあんまり食べれなかった、うん、何が入ってたエリンギきのこうん平茸チキン臭くないようまい玉ねぎ
なんかさ、全部見せたけど全部茶色で一緒だよね。うん、なんかちょっとスパイス効いてるね。おやつにさ、届いたスープさ、スイートポテトとジンジャー、うん、生姜のデザートスープなんだって、うん、寒い日にぴったりだよって書いてあるけどさ、今日何度だと思う？夏日だ。甘いの？でも、体に良さそう。うわあ、ジンジャーなんかそんなに癖があるわけじゃなくてさ、そのものじゃない、うん、生姜の中にあのさつまいも、茹でた蒸したさつまいもが入ってるって感じだよね、うん、野菜もスープにできそう。1週間どうでした？早かった。意外と早かったよね、うん、割と快適に過ごしてたよね、うん、でも何が一番大変だった？待て、せーのでよ、絶対これ合うと思う。いくよ、待って、いい？言える？あ、うん、せーの、洗濯。やっぱりそうだよね、うん、1週間洗濯機がないから、洗濯って言ってもちょっと手洗い、ね、うん、洗剤持ってきて手洗いぐらいしかできなかったから、うん、ホテルの部屋着ね、支給されると思ったらなかったもんね。うん、だし手洗いしたとこでさ、本当乾かないよね。今日はスープカレーにしたいと思います。これ一瓶使っちゃうんじゃない？なんかさ、こんなにキクラゲ食べる暮らしなくない？うん、隔離中結構キクラゲ出てたよね、うん、香港人ってそんなにキクラゲ食べる？うん、このカレーマジいいね。体調を崩すことなく1週間乗り切れてよかったよね、うん、コロナも陽性だし、うん、まあ陰性か。